石碑、横方の水、宮永川土地改良事業は、1975年から、沖縄県石垣市の石垣島中部と南部において、実施されている灌溉施設建設及び、補助整備による農業振興事業である。石垣島は、年間降水量が少なくないものの、その大半は梅雨や台風の大雨によるものであり、 しばしば干ばつが発生し農業生産が不安定となっていた。このような状況に鑑み、石垣市まで最大の河川である宮永川の水を利用した考えが構想され、1970年に当時の琉球政府八重山市長と農林局、八重山農林土木事務所宮城爪香技氏が、石垣市宮長川流域土地改良計画概要書をまとめている。 翌1971年は3月から9月まで191日間にわたって干ばつとなり農業は大きな被害を受けた。このような中、前年にまとめられた計画書をもとに八重山地区灌外救済請願書が作られ根本的な対策を求めることになった。同年7月26日から8月10日にかけて、 農林省農地局計画部技術課長を中心とする石垣島農業開発調査団が石垣島を訪れ調査結果は同年10月に宮永川流域考え計画の対応としてまとめられた1972年5月15日の沖縄本土復帰とともに沖縄開発庁沖縄総合事務局に石垣島農業開発調査事務所が設立され国営の 灌漑排水事業として検討が始まった。一方、沖縄県においても1974年4月1日に、八重山農林土木事務所宮良川流域開発課が設置されている。1975年9月8日に、事業申請が行われ、同年10月1日に、沖縄総合事務局宮原川農業水利事業所が発足。 翌1976年5月3日、正式に事業計画が認められた。事業は、灌溉事業と補助整備事業からなる。灌溉事業は、石垣島最大の河川である宮永川水系に設置される3基のダムに水を蓄え、これをポンプで排水地に用水し、排水地から農地へ分配するものである。一方、補助整備事業は区画整理。 農道整備、排水路整備、防風林整備、及び農地の集団化により農作業の機械化に対応できるようにするものである。このうちダム、ポンプ場、席、排水池など主要施設の建設は、国営事業、個別の補助整備や末端の灌漑施設設置などは、県営事業あるいは団体事業として進められている。対象となる農地は、 石垣島中部から南部にかけての3460ヘクタールに及ぶ。国営事業に要した費用は389億1000万円。県営、団体事業について1995年までに要した費用は232億円であった。1977年2月7日。 前里ダムの仮廃水路の工事が始まり、同年10月21日に起工式が取り行われた。同ダムは1983年に完成している。石垣ダム再開発は1979年11月30日、着工。1981年10月6日、竣工。平木名積は1979年8月15日、着工。 1981年6月12日、竣工、低言ダムは1982年6月10日、着工、1992年11月4日に、竣工した。国営事業完成の記念として低言ダムのあぜに、余加法の水を刻んだ石碑が建立された。なお、国営事業として建設された施設は1993年4月1日から、 沖縄県に管理委託されている。整備された農地は、砂糖キビパイナップル、野菜などの畑、水田、あるいは、牧草地として利用されている。1993年の東日本例外において、稲の種子が不足する事態が発生し、この時本事業で整備された水田が活用され、種子が供給された。また、石垣島では、 同年夏から翌年にかけて渇水が発生したものの、農業用水の不足は回避された。宮永川土地改良事業10年の歩み P133。宮永川土地改良事業10年の歩み P1。沖縄県八重山市長宮良川土地改良課。平成8年度事業概要1997年。AB、宮永川、名倉川事業概要。ありがとうございます。